長岡市における平成の大合併。東村は南東部に位置する。山越村は新潟県の中越地方に位置した村。2010年の長岡市への通勤率は20.1%。2005年4月1日に長岡市に編入合併された。江戸時代初頭に山二十村、山六家村と呼ばれていた村々が1800年代に入り、 総称して、山越の名で呼ばれるようになったとされる。古くは1824年の記録にて、山越村村との表記を公式文書に確認することができる。1956年、昭和の大合併により、山越村が誕生した。1970年代から民族学者の宮本、常一が村おこしを手伝い、丘陵地の斜面に広がる森林と棚田。 西木鯉の養殖、そして牛の角月と呼ばれる闘牛など日本の原風景が残る村を観光資源として PR していた。2003年3月から9月にかけて放映された NHK 町の連続テレビ小説心の舞台にもなった。2004年10月23日に発生した新潟県中越地震により甚大な被害を受けた。村役場に設置されていた 震度計が激しい揺れで壊れたため具体的な震度は不明だが、地震発生前の風景は地震に伴う土砂崩れなどで著しく崩落し、その姿を大きく変えた。また村域に通じるすべての道路が寸断されたため孤立し、村は全村民に対し避難指示を出し、26日までに隣接する長岡市などでの避難生活を余儀なくされた。 避難指示は、長岡市への編入合併後の2007年4月1日に、ほぼ全域で解除されたが、震災以降に、地域外へ生活拠点を移した世帯が多く、域内の高齢化が深刻化しつつある。合併後の歴史については、山越歴史を参照。山越村の人工水田どによる稲作のほか、料理が盛ん。 1960年代までは、稲作の副業としての水田養理が主であったが、その後は、養理の専業化が進み、養理池が増加した。肉牛の生産も行われている。長岡周辺入事、村域内には小学校と中学校が各一校所在し、山越竹沢に両校を併設した校舎が設けられていた。廃校については小学校の廃校一覧。 中学校の廃校一覧を参照。鉄道地域内には、鉄道路線が経由する箇所はない。最寄り駅は、長岡駅、宮内駅、小千谷駅、越後川口駅、越後広瀬駅など。いずれもコミュニティバスと、路線バスの乗り継ぎ、タクシーもしくは自家用車でのアクセスとなる。路線バス、越後交通と同社の地域市街車である越後。 柏崎観光バスの2社が、長岡市や小千谷市方面とを結ぶ路線を計4路線運行していたが、前述の中越地震の影響で、村域内を運行する路線バスは、全便が運休、減便処置となり、合併後の2007年12月に廃止となり、その後コミュニティバス、クローバーバスの運行が開始された。村域内には高速道路が経由する箇所はない。 最寄りのインターチェンジは、関越自動車道のオジアインターチェンジとなる。現在も、国道352号など未成区間が、残存している道路や、一部県道には、当期間全面通行止めとなる区間がある。中越地震では、村域内の多くの幹線道路が寸断され、復旧は合併後に持ち込みされた。メディアを再生する、動画、牛の角付き二色声の品評会。 ありがとうございます。